白坂慎太郎です。このチャンネルは株式投資の中級者以上の方が資産を複利で増やし続けていけるように投資判断に役立つ企業分析を分かりやすく共有している番組です。今回のテーマです。今回はグリーですね。株価予想ということでやっていきたいと思います。はい、これまでの株価推移ということなんですけれども、まあ、上場して株価が上がったんですが、その後下落していったという推移になります。はい、これまでの経緯ということで、会社が設立されたのが2004年、今から約17年前ですね。で、上場したのが2008年12月17日ということで、まあ、今の発行済み株式総数で考えると、まあ、480円の価値で始まったということです。はい、で、上場来高値は2011年11月11日で2840円を記録しています。逆に上場来安値は2020年3月19日ということで341円ですね。で、現在は2021年11月15日で、まあ、1018円という株価になっています。なので、まあ、上場来高値から上場来安値というのを考えると、まあ、8分の1になったということですよね。まあ、その後3倍に上昇してきているという株価推移になります。今回の基準は11月15日15時の終値1018円で考えていきたいと思います。はい、では株価予想ということなんですけども、まず短期ですね、直近1ヶ月から考えていきたいと思います。はい、9月30日にですね、まあ、自社株買いが発表されたということで、まあ、結局ですね、発行済み株式総数に対して 16.8%、まあ、グリーが自分で株を買うということですね。取得価格に関しては総額で、まあ、350億を考えているということですね。まあ、これが9月30日に発表されて、翌営業日の10月1日に、まあ、グリーはストップ高になっています。はい、でそのストップ高を記録してからの約 1.5 ヶ月ですね、まあ、1ヶ月半は、ずっと上昇傾向ということで来ています。はい、よって、まあ、今後も上昇が続く可能性が高いというふうに見ています。はい、ではですね、長期6ヶ月以降ではどうなのかということで、長期を考える上でですね、改めてグリーという企業についての学びを深めていきたいと思います。はい、グリーということで、特色携帯ゲーム SNS グリー運営からスマホゲームが主軸に、 VTuber 事業にも力点ということで、まあ、今のグリーですね、まあ、売上とか利益の、まあ、収益の中心は何かって言えば、まあ、スマホゲームということになりますので、まあ、端的に言えばスマホゲームの会社ということが言えると思います。はい、ということで、まあ、スマホゲームということで、まあ、もともとは携帯電話に対してですね、まあ、提供してた、まあ、携帯電話の SNS 上で、提供していたゲームっていうのが、まあ、今は、まあ、スマホでも遊ぶことができるようになっているということですね。はい、以降グリーの主要指標を確認していきたいと思います。はい、時価総額に関してはこの動画を撮っている時点で2441億の企業ということですね。 PER プライスアーニングレーション株価収益率に関しては 81.3 倍ということですね。分子が株価、分母が1株当たりの当期純利益なので、まあ、1株当たりの当期純利益の 81.3 倍の株価になっているということです。はい、目安を16.6 っていうふうに考えると、まあ、約 4.9 倍割高ということですね。まあ、普通こう PER がすごく高い数字の場合は、まあ、株式市場がですね、すごく大きく期待してるから PER が高く出る場合が多いんですけども、まあ、グリーの場合は、まあ、株式市場がものすごく期待してるというよりは、まあ、計算式に使われている当期純利益ですね、まあ、分母の当期純利益っていうのがすごくこう減ってしまってると。だから分母の数字がどんどん小さくなってるんで、まあ、PER の数字がまあ必然的に大きくなってるというのがまあ実際のところだというふうに思います。はい、PBR ですね、プライスブックバリューレーシオということで、株価純資産倍率ですね、分子が株価、分母が1株当たりの純資産ということで、まあ、1株当たりの純資産の何倍の株価になっているかということで、まあ、1.77 倍ということですね。で、目安を 1.25 というふうに考えると、まあ、約 1.4 倍ですね、まあ、割高という言い方もできると思います。
はい、それから営業利益率ですね、売上に対しての営業利益の割合ということで、こちらが 9.5% ということで、まあ、目安を 7.2 というふうにした場合は約 1.3 倍利益率が高いということですね。はい、で生産性、従業員1人当たりの営業利益ということで見た場合は1人当たり348万円ということです。まあ、こちらを目安300万円とした場合は、まあ、約 1.2 倍ですね、生産性が高いという言い方ができますけれども、まあ、正直スマホゲームの会社としては、まあ、はっきり言って低いということですね。まあ、この目安300万円っていうのは、まあ、例えば飲食とか、もしくは製造業とか建設業とか、ああいうすごくこう製造原価がものすごくかかる、全産業で考えた場合の、まあ、目安300万円ということになりますので、まあ、実際こう付加価値が高いゲーム会社ということであれば、ちょっとやっぱり生産性348万円は、まあ、業界の中では低いということが言えると思います。はい、で ROE ですね、リターンオンイクイティということで、自己資本利益率ですね、分子が当期純利益、分母が自己資本、まあ、純資産ということで、まあ、企業が自分の純資産を使ってどれぐらい上手に当期純利益を稼いでいるかというですね、まあ、資金の効率性、お金の使い方の上手さの指標ということになります。こちらが 11.3% ということで、まあ、目安 10.6% の 1.06 倍ということになるということですね。はい、でまあ、数字的に特にですね、当期純利益とか、まあ、そういった金額の額っていうのが、まあ、年々こう低下傾向にあるんですけれども、まあ、今後グリーは再びですね、まあ、利益面で持続的な成長していくかということで、まあ、業績の本格的なこうですね、反転上昇っていうのがあり得るかというのを、まあ、今回考えていきたいと思うんですけれども、まあ、結論からすると、まあ、難しいというふうにまあ分析しています。はい、その理由なんですけれども、まあ、メインのゲーム事業で競争優位性がないということですよね。まあ、現在の売上利益の主軸っていうのはゲーム、スマホゲームになってるんですけれども、そのスマホゲームに関しての他社に対しての競争優位性がないということですね。なので今後業績を反転させて上昇していくっていうのはすごく難しいというふうに考えています。で、まあ、今回はちょっと例え話を一つ入れたいと思うんですけれども、まあ、ネットっていうのは目に見えないので少しこうリアルよりもイメージしにくい業界だったりするんですよね。だから目に見えないネット業界をイメージしやすいように、まあ、一本ですね、リアルで例えた話ですよね。まあ、例え話っていうのを1本入れてみたいと思います。はい、これはリアルです。だからグリーとは直接関係がないリアル業界での、まあ、時代の変遷の話なんですけれども、まあ、昔ですねスーパーというのがすごくですね、まあ、生活にとって重要な、まあ、施設だったということです。スーパーっていうのは食品スーパーですね。スーパーというのは食品スーパーということで、まあ、各地方でスーパーっていうのがすごくこうね、重要な生活インフラになったということです。なので、まあ、昔の人っていうのは例えば食べ物だったらスーパーで、で着るものは別の場所で、でもしくはその住環境ですよね、まあ、家具とかそういったものはまた別の家具屋さんでというふうに、まあ、バラバラで買い物をしてたんですけれども、そのスーパーが発展して総合スーパーとかっていうのが出てきたんですよね。もしくはちょっとこう高級なものであれば、まあ、百貨店デパートというのがあったということです。まあ、今回は総合スーパーで考えたいと思うんですけど、総合スーパーっていうのは衣食住全部ということですよね。だからもともとスーパーっていうのは食品だったわけですけど、その食品だけじゃなくて同じ建物の中で食品以外に着る服、それから家具、これも買えるようにしたということですよね。まあ、そうすると、まあ、消費者からすると一箇所に買い物行けば、まあ、結局食べ物も着る服も家具も全部一箇所で買うことができるということで、まあ、総合スーパーの時代というのが、まあ、20世紀の後半ですよね。1900年代の後半ですごく伸びたということがあります。まあ、具体的な企業名で言えば、まあ、ダイエーですよね。
ダイエーが、まあ流通業界の、まあね、一番になった時代っていうのはこの総合スーパーの時代ということが言えると思います。しかしこの総合スーパーの時代っていうのは、まあ、ずっと、続いたわけではなくて、まあ、その後ダイエーっていうのは結局、まあ、業績が非常に厳しくなっていくわけですけれども、それは、まあ、はっきり言って時代の変化に合わせてですね、まあ、それぞれこう消費者が求めるものっていうのは変わってきたということですよね。まあ、飲食住何でも、どんな服でもいいとかどんな家具でもいいとか、はっきり言って安ければいいとかっていう消費者の、まあ、そういった、商品を選ぶた、時の、選考好みではなくて、だんだん消費者がこだわるようになってきたんですよね。なので結局こう総合スーパーに行けば、まあ、昔で言えば、結局1990年代の、まあ、ダイエーとかに行けば衣食住全部揃ってるんですけど、でも、結局その総合スーパーダイエーとかでは例えば着る服を買わないとか家具を買わないということになったんですよね。で、代わりに何が出てきたかって言ったら専門店が出てきたということですよね。まあ、カタカナで言うとカテゴリーキラーっていうふうに呼ばれている、お店になるんですけど、その百貨店デパートとか総合スーパーの、まあ、一つのカテゴリーですよね、を、まあ、殺す、ということですよね。だから総合百貨店、総合百貨店デパートとか総合スーパーが衣食住全部やってるんだけど、その、ね、カテゴリー、例えば衣なら衣のカテゴリー、食なら食のカテゴリー、住なら住のカテゴリーっていうのをもう殺すということでカテゴリーキラーというふうにまあ呼ばれているものですけれども、まあ、日本語で言えばまあ専門店ということが言えると思います。まあ、あえて衣だけを極めるということですよね。まあ、一番代表的なのはファーストリテイリングユニクロです。ファーストリテイリングユニクロは、まあ、百貨店デパートとかスーパーがある時代の中であえて服に特化したものを結局、まあ、企業としてやったということですよね。まあ、食であれば、まあ、いろんな会社がありますけど、例えばスシローとかですよね。まあ、あえて寿司のみみたいなね、うまい寿司を腹いっぱい食べてもらうという、もう そこだけに集中特化したっていう企業とかお店っていうのが出てきたということですよね。まあ、10だったら例えばニトリとかですよね。もう家具だけをやると、まあ、食品やらないし服をやらないということで、もう家具だけをやる、住環境だけをやるということで、まあ、ニトリとか、っていうのが出てきたわけです。この専門店っていうのはその、百貨店デパートとか総合スーパーの後に出てきたんですよね。でそうすると消費者からすると利便性ということだけで言えば専門店と総合スーパーだったら総合スーパーの方が便利なはずなんですよね。なんでかっていうと総合スーパーの場合は一箇所でいい食事全部買い物ができるんですよ。で専門店だったら衣類しか買えないとか、ね、もしくは、食べ物しか食べれないとか、もしくは、家具しか買えないっていうことで、まあ、もし衣食住全部満たすってことになるとやっぱり3箇所、回らないといけないっていうことになるので、まあ、利便性的には不便になったんですけど、その代わり、まあ、はっきり言ってこだわったということですよね。消費者がこだわったんで結局企業の方側もこだわったということで、まあ、ファーストリテイリングユニクロとかっていうのはもうより安く、より高品質だから安かろう悪かろうじゃなくて安いんだけどものすごく品質のいい服っていうのを提供するっていうことですよね。まあ、ニトリも同じですよね。その総合スーパーの時代っていうのは安かろう悪かろうだったわけですけれども、安いんだけどしっかりとした品質っていうものをまあ提供することによって総合スーパーとかデパート百貨店の牙城っていうのを崩したということになるわけです。でそしてまあ時代がさらにまあ変遷していって、今度は専門店ですよね。だから服のユニクロとか食べ物のスシローとかもしくは家具のニトリっていうのが今度は一箇所に集まったわけです。それがショッピングセンターということになって、まあ、今はまあショッピングセンターっていうのが一番ですね、まあ、住環境の中心になっているということですよね。もともとは専門特化していたそれぞれの企業それぞれのお店っていうのが結局一箇所にこう集積して集まったっていうのがまあショッピングセンターという形になってきたということですよね。だからまあ直近まあ60年ぐらいで考えても、まあ、これぐらいこう時代っていうのはまあ変化していったと、リアルに関しても変化していったということですよね。でこのイメージでネットを捉えると、まあ、すごく分かりやすいんじゃないかなというふうに思っています。はい、似たような感じでネット業界に置き換えてみると、まあ、イメージとして今度は、リアルの、イメージをネットに置き換えていくと、まず SNS というのがありましたということですよね。まあ、一番分かりやすいのはミクシーだと思います。ミクシーっていうね、結局ネット上で、結局人がある一箇所の
の、まあ、サイトとかアプリで、まあ、結局つながれるようになったということですよね。だから SNS 上で、まあ、コメントを書いたりメッセージを送ったりということができるようになったということですよね。でそこで今度は SNS で単なるそのコメントを書くとかメッセージを送るとか、っていうことではなくて、もしくは自分の日記を公開するとかではなくて、その SNS で人と交流もできるんだけれども、コメント書いたりメッセージを送ったりもできるんだけど、その SNS 上ではゲームでも遊ぶことができますというふうになったわけですね。さっきの総合スーパーのイメージでいくと、総合 SNS という感じです。これは人と人がネット上でつながった交流できるだけではなくて、その SNS ではゲームでも遊ぶことができますよということですよね。でここに入るのが今回のグリーとか、もしくは DNA だったりするわけです。だから携帯電話がインターネットにつながった、携帯電話がインターネットにつながって SNS ミクシーみたいなのが出てきた。でミクシーみたいなのが出てきた時に、じゃあコメント書いたりメッセージを送ったり、もしくは日記を読み合ったりするだけじゃなくて、ゲームも遊べるようになったっていう感じですね。でこの時代の流れで成功してきたっていうのが、まあ、今回の DNA だ、今回のグリーだったり、もしくは DNA だったりするということです。ところが時代っていうのはやっぱりこう変わり続けてるんですよね。変化し続けてるわけです。そうすると今度はまあ、ね、別に SNS 機能がなかったとしても、要するにコメント書いたりメッセージ送ったりっていう、なんか人と交流したりグループ作ったりとかっていうのがなかったとしても、単純にもうゲームとして面白ければいいということで、もうね専門ゲームというのが出てきたわけですよね。まさにそのゲーム会社がゲームをとにかく作ると、自分の会社のですね、もう本当に代表作っていうね、大ヒット人気大ヒットゲーム作品っていうのを作るということで、まあ専門ゲームっていうのがまあどんどん増えていったということですよね。だからここでもゲームっていうのがまあ格段にまあレベルが上がっていくことになるわけです。まあ、例えばそのスマホゲームとかっていうのは基本的にはまあ無料で遊ぶことができるわけですよね。まあ、一部何かアイテムを買うとか、そういったところでまあ課金っていうのがあるわけですけど、まあ、最初こうね導入して遊ぶだけだったらまあ無料で遊ぶことができるということですよね。でその無料で遊べるゲームにものすごいやっぱりね、企業側からすると人物お金っていう経営資源を投下するようになったということですよね。だから無料で遊べるゲームなのにすごい品質が上がったんですよね。それはもう本当にゲーム専門会社っていうのがゲームを作り出したからということになるわけです。そしてそれが今度はいろんなゲームがですね、本当にこう品質の高いクオリティの高い専門ゲームっていうのが一箇所で結局選べるようになったということで、オンラインストアですよね。これがリアルで言えばショッピングセンターのイメージですけれども、専門ゲームが集まりましたということです。もう具体的にはもうアップルとグーグルですよね。アップルストア、グーグルプレイですよね。もうこのアップルストアとグーグルプレイにはもうそのね、本当に品質の高い、クオリティの高い、その専門ゲームっていうのがいっぱいこうお店っていう形で並んでるわけですよね。だからアップルストア、グーグルプレイっていうのがいわばリアルで言えばショッピングセンター、みたいな状態になっているということです。で今回のグリーっていうのはこの2番目の総合 SNS で、ある意味こう、成功した企業ということです。はい。で、グリーンの場合はもう総合 SNS という言い方ができると思います。ネット上で交流できるだけでなく、ゲームでも遊べるということで、過去の歴史から見たときに、携帯電話は電話ができるものでした。だけど、そこでインターネットでつながるようになった。要するに携帯電話なのに、結局ネットが使えるようになったということですよね。で、それで SNS、ミクシーみたいなのが出てきて、その後グリー、DNA みたいな感じで、SNS でゲームも遊べるみたいになってきた。その時代の流れでは確かに成功してきたんですけれども、グリーだったらですね、今ですよ、今この瞬間2021年の今グリーだったら、たくさんのゲームの中から好きなものを選んで遊べるんだけど、どうしてもこのゲームで遊びたいという超魅力的なゲームはないということですよね。これはだから総合スーパーですよね。具体的な名前を出せれば、例えばダイエーとかで、ダイエーに行けば何でも売ってるみたいな、ダイエーに行けば食品も売ってますと、服も売ってますと、家具も売ってますと、何でも売ってるダイエーはと、でもダイエーじゃなきゃ買えないっていうものがないっていうことで、結局厳しくなったんですよね。結局そのカテゴリーキラーと呼ばれている、専門店ですよね。結局ユニクロだとか、ニトリとか、って言ったところに、結局負けていったということになるわけですけど、そのネット版ということです。だからグリーンに行けば、例えばロールプレイングゲームも遊べるし、パズルゲームも遊べるし
遊べるし、アクションゲームも遊べるし、シミュレーションゲームも遊べるし、みたいな感じでいっぱいゲームがあるんですけれども、しかしどうしてもこのゲームで遊びたいっていう超魅力的なゲームは、まあ、グリーンには並んでないということです。はい、でも今のユーザーっていうのはロールプレイングゲームで遊びたいんじゃなくて、まあ、原神で遊びたいんですよね。うん、原神っていうあるもう本当にこう特定のですね、指名検索するような、まあ、そういった、ゲームで遊びたいわけです。でシミュレーションゲームで遊びたいわけじゃないと。でシミュレーションゲームだったら何でもいいわけじゃないわけですよ。例えば三国志新戦で遊びたいと、なんか全世界で5000万ダウンロードぐらいされていますけれども、まあ、こういったもうね、ある特定のもうピンポイントの指名検索されるような、そういったゲームで遊びたいんですよね。もうみんなが遊んでるもので自分も遊びたいということです。はい、そしてまあ単なるパズルゲームとかで遊びたいわけじゃなくて、将棋ウォーズで遊びたいということですよね。だから昔のゲームだったら、例えばある一つのアプリで将棋も遊べます、囲碁も遊べます、オセロも遊べますみたいなね、麻雀もできますみたいな感じで、一つのアプリでね、いろんな複数のゲームができたりしたものもあったわけですけど、今はそういったので逆に遊ばないんですよね。別に将棋がしたい人は別に囲碁とか、もしくはその、オセロとかできなくていいんですよ。同じアプリで将棋したい人は将棋の一番のアプリ、囲碁をやりたい人は囲碁で一番のアプリですよね。オセロをやりたい人はオセロで一番のアプリで遊びたいということで、こう全体的なホワーンとしたゲームで遊びたいっていうよりも、何か特定のもうすごくこうね、超強力な、面白い刺激的な、まあ、楽しいゲームで遊びたいっていうのが、まあ、今のユーザーということです。で、まあ、スマホゲームなので、はっきり言ったら隙間時間は使った、まあ、暇つぶしなんですよね。うん、まあ、スマホゲームで遊ぼうって言った時に、なんかねすごい生産性の高い時間を、まあ、使うわけではないので、だからまあなんかちょっと時間が空いたということで、その空いた時間をどうしようかなっていう、まあ、隙間時間ですよね。でその隙間時間を使った暇つぶしなわけですよ、一言で言うと。スマホの無料ゲームっていうのは、でもそのスマホの無料ゲームに対してさえ、まあ、ユーザーの要求というのが非常に高度化しているということで、だからまあ無料だからって言って安かろう悪かろうじゃ、やっぱりもうね、そもそもダウンロードしてもらえないと、まして遊ぶっていう時間を使ってもらうってことができなくなっているということですよね。だからまあ非常に画質も、まあ、すごくもうね、綺麗じゃないと、まあね、飽きて受け入れてもらえないということですよね。まあ、無料ゲームなのになんでこんなに、ね、画像が綺麗で、まあ、しかもストーリーもよく練られててね、すごく面白いんだみたいな、まあ、そういうこうね、まあ無料ゲームに対してさえ、まあ、ユーザーの要求というのが非常に高度化しているので、まあ、丸々で遊びたいとね、そこにね、なんかこうジャンルじゃなくて固有名詞ですよね。ゲームの作品固有名詞が入るようでないと、まあ、圧倒的な1位のゲームっていうふうには、まあ、ならないということです。まあ、ユーザーにとって1位のゲームですよね。だから単なるロールプレイングゲームじゃないと、で単なる歴史シミュレーションゲームじゃない、単なるアクションゲームじゃなくて、なんとかで遊びたいっていう、そのゲーム固有名詞が、まあ、ユーザーにとって、まあ、すぐ頭に思い浮かぶようなものでないと、まあ、実際もうゲーム会社としての、まあ、競合優位性はないということですよね。まあ、1位になれないし、1位じゃないと伸びないということです。まあ、そして、まあ、グリーンにはその本業のゲーム事業における圧倒的な競争優位性がないということですよね。総合スーパー的な要素は持ってるんですけど、なので、まあ例えば、ユニクロの服とか、ニトリの家具とか、そういった、まあ、すごく強い、部分っていう、競争優位性みたいなのを、まあ、グリーンは持ってないということです。まあ、グリーンといえば〇〇〇っていうね、そういうこうなんかグリーンを代表するようなゲームっていうのを、まあ、出せてないということですね。で、まあ、グリーンの営業キャッシュフローですね。営業キャッシュフローっていうのは、まあ、会計上の利益っていうのは営業利益ですね。あれはまあ会計上の利益なので、まあ、実際現金の支出が伴ってなくても経費が計上されたり、逆に現金が入ってきてなくても売上と計上されたりというようなことがあります。だからまあ営業利益っていうのはまあ会計上の利益で、営業キャッシュフローっていうのはもう現金ベースでの本業の稼ぎ
力ですよね。だから現金がいくら入ってきて現金がいくら出ていったっていうのが営業キャッシュフローということです。だから営業キャッシュフローっていうのは要するに本業において現金でいくら利益が出たか儲けたかっていうのが営業キャッシュフローということになりますけれども、まあ、この営業キャッシュフローはまあピーク時のもう 3% まで落ちてしまっているということですね。まあ、ちょっとこの図に関しては一番左が 年月ですね。2012年例えば6月決算ということです。で2番目が売上高で3番目がですね、フリーキャッシュフローということで、まあ、ちょっと今回はフリーキャッシュフローは、まあ、全然、触れませんけれども、一番右端ですね、一番右端の、4番目が営業キャッシュフローになります。で、まあこれは、単位が100万円単位なので、まあ、奥で考えていくと2012年が595億の営業キャッシュフローですね、まあ、これが、グリーの本業における、まあ、稼ぎ力のピークだったということです。2012年が1年で現金で595億稼いでた、要するに利益を出した、儲けたということです。でそこから13年14年という形で縦に見ていくと、まあ、営業キャッシュフローが595、144、344、215、そして2016年は74で、2017年は116で、18年が91、72、20、17ということです。特に直近4年ですよね、91、72、20、17ということで、現金ベースで見た時の本業の稼ぎ力っていうのが直近4年ぐらいで急激に衰えているということが、まあ、数字で見ることができます。まあ、単純に一番直近の2021年6月期決算の17億7000万円とピークの時の2012年の595億を見た場合、まあ、はっきり言って稼ぎ力は 3% まで落ちていると、まあ、100分の3になったということですね。で、まあ、企業価値は、まあ、利益額と利益の成長率、つまり本業の稼ぎ力で決まりますということですよね。まあ、結局どこまで行ってもこれが、まあ、企業価値なんですよね。その企業ってどれぐらい価値があるんですかって言ったら、今、どれぐらい利益を出していると、で将来どれぐらい利益を出すのかっていう、その利益と利益の成長率、これで、まあ、結局企業価値っていうのを算出するわけです。要するに企業の、まあ、価格値段っていうのが本来はつくということですね。で、まあ、グリーンの場合はまず時代が変化しましたと、ね、携帯電話、インターネットにつながるようになりました、 SNS が出てきました、 SNS でゲームも遊べるようになりました。その時代の変化に合わせてグリーンっていうのは成功してきたわけですよね。ところがさらに時代が変化していったことで、逆に時代の変化に伴って競争優位性を低下した、ゲーム専業会社にはもう勝てないということになったわけですよね。まあ、はっきり言ってそのゲームの品質っていうか、まあ、ユーザーに支持されるゲームっていうのを作るっていう力で圧倒的に、まあ相対的にですよ、相対的に比べた時に低下したということです。まあ、結果的にはユーザーは結局1日24時間とか1週間7日間でどのゲームで遊ぶかっていうのをね、数ある無数のゲームの中から結局選ぶわけですから、だから相対的にゲームとしての魅力が他社のゲームに比べて落ちてるということであると、結局企業としては稼ぎ力が低下したということになるわけです。でもしグリーが本当に今後の持続的な成長を追い求めていたとしたらということで、まあね、実際こう一回はこうね、なんか時代の流れに乗って、まあ、大成功することができた企業なわけです。でそれをもう一回ということで、じゃあね、もう一回こう新しい持続的な成長カーブっていうのを描き直すと、それを本気で追求していたとしたならば、まあ、同じ350億をですね、稼ぎ力が著しく低下している、まあ、今のグリーの株を自社株買いすることに使うのではなくということで、今もグリーは圧倒的にその稼ぎ力が落ちてるんですよね。もうこれはもう数字から見て明らかです。なのでその力が落ちてる企業の株を買うのに350億使うっていうのははっきり言って本質じゃないということですよね。もし本当に今後の成長っていうのをまあ真剣に追求していたとしたならば、その自社株買いに使うんじゃなくて、まあ、将来に可能性があるメタバースでですね、事業の育成に再投資して、まあ、競合ですよね、まあ、競合も たくさんあると思うんですけど、まあ、例えば旧 Facebook、まあ、現在のメタですよねとか、まあ、日本だったらソニーとかですね、まあ、こういった企業との競争に挑戦していたはずということです。まあ、メタバースっていうのはまだね、市場としてはまだ全然全世界でも1000億とか2000億ぐらいの市場なので、まあ、かなりまだ小さいですけど、でも将来的にはもしかしたら10兆円とかっていう市場まで大きくなる可能性があるわけですよね。まあ、これはもう未来のことなので当然不確実性はありますけれども、今すごく小さいメタバース市場に関して言っても、まあ、もしかしたらすごくね、やっぱこう
旧 Facebook が会社名を変えてまで、追求する、分野ですから、まあ、可能性はあるわけですよね。まあ、実際絶対に大きくなるっていう断言はできないとしても、まあ、それぐらい可能性は持ってると、まあ、だから今、市場全世界で市場規模1000億2000億ぐらいだったとしても、まあ、それがもしかしたら10兆円とか、なる、可能性は十分持ってる、わけですよね。まあ、もし本当に、まあグリーが今後持続的な成長っていうのを、まあ、真剣に追求していたならば、どうせ350億使うんだったらこういった未来将来に可能性があることに、まあ、再投資していたはずということですよね。まあ、今実際こうメタバース事業ということで、まあ、少しね、事業まだ売上とか収益っていう意味では、まあね、その事業の柱として上がるほどは数字は来てないですけれども、でもここを伸ばすと、ね、まあ、例えば世界で言えば旧 Facebook、 メタ、日本だったら、ソニー、と、まあね、はっきり言って競争して勝負するぐらいの、お金の使い方っていうのを本来だったらするべきだったはずということですよね。まあ、しかし、まあ、グリー経営陣の実際の判断っていうのは、まあ、長期的な新規事業、まあ、メタ事業、メタバースですね、事業の、まあ、育成ではなかったということですよね。そうじゃない、もう目の前ですよね。もう今この時この瞬間目の前の短期的な株価対策に、まあ、350億の資金支出を決めたということですよね。はい。で、まあ、たとえ短期的には自社株買いという一時的な株への需要喪失で株価を上昇させることができたとしてもということで、まあ、自社株買い発表すればかなりの確率で一時的に株価は上がるんですよね。まあ、これはもう簡単な話で、まあ、結局、まあね、安いうちに株買って、後で高くなった時点で、まあ、グリーンに買い取ってもらえれば、まあ、単純に、仕入れ値よりも、売り値の方が、まあね、高ければ、まあ、その分、儲かりますよね。だから個人投資家とかが、結局、ああ、じゃあ企業が自社株買いするというふうに発表したら、じゃあ今のうちに買っておけと。で、グリーが後からどん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 ね、まあ1年ぐらいかけて買っていく中で株価が上がってる状態で売れば、だからまあ株を買った時の値段と売る時の値段の差益でまあ利益が出やすいということで、だから買いたいということで、まあ需要が一時的に生まれるんですよね。だから短期的な株価っていうのは需要と供給で決まるんで、グリーという会社が350億っていうのをグリー株に対してまあね、使うということであれば、グリーという会社の株に対しての需要っていうのが生まれてますから、だからまあ結果的には株価っていうのは短期的には上がることがあるんですよね。まあ、上がることが多いと言ってもいいです。でもそれは本質的ではないということですよね。でそこで上がった株価っていうのは結局長期保有されないわけですから、基本的には、うん、あのグリーが買うって言ったから買うわけですよね。でグリーが、ね、全部買いを終わるまでに、まあ、売るわけですよ。だからものすごく短期的な買いであり、ものすごく短期的な売りなわけなので、まあ、本当にこう長期的な株かにとっては何の影響もないんですよね。はっきり言って本当に対処療法っていうか、うん、なんかこう本当にカンフル剤みたいなものにしかならないわけです。なので、まあ、短期的にはね、まあ、自社株買いということで今回350億という金額もそうですけれども、発行済み株式総数の 16.8% ってかなり買うわけですよね。なので、まあ、結果的にはまあ株価が実際上がってるわけです。1ヶ月半ぐらいで、まあ、なのでこれ本当にまあ短期的には効果があったとしても本当に短期的ということですよね。長期的にはまあ稼ぎ力から算出される企業価値と、まあ、株式市場での評価であるまあ時価総額は一致していくということです。まあ、株式市場ってもっともっとはっきり言って合理的なので、まあ、そういうこうなんか短期的なこうね、付け焼き場っていうか小手先みたいなもので、まあ、企業っていうのをねずっと評価するってことはないんですよね。うん、本当にあの5年以上っていう、視点で見ると、まあ、本当に株式市場ってすごい合理的なので、まあ、本当にその企業ってどれぐらい実力があるんだろうと、稼ぎ力どれぐらいなんだろうと、企業価値これぐらいだろうと、企業価値これぐらいだったらその企業価値をから発行済み株式総数で割った、価格っていうのの株価っていうので判断するんですよね。うん、だからもう株式市場ってずっとずっとなんかこう経営陣がまあね、一時的な短期的なそのね、株価対策をするよりもはるかに合理的に実際は株価っていうのを判定しています。なので、まあ、短期的には本当にもうね、3ヶ月半年1年ぐらいだったらなんとか小手先でもなんとかなるかもしれないんですけど、実際長期的にはもうねはっきりと、いやグリーって稼ぎ力これぐらいだよねと、だから結局企業価値これぐらいなので、まあなので、まあ、それを発行済み株式総数で割った時の1株当たりの価格ってこれぐらいが妥当だよねっていうのがまずずれないです。実際は、まあ、ほぼ 99.99% 一致していきます。
よって、まあ、株価は、まあ、企業価値相当まで下落していくという可能性が高いということですよね。まあ、だから自社株買い発表で上がったっていうのは、まあ、単なる短期的なものであって、長期的にはほとんど考慮する必要がなく、長期的にはもうとにかくグリーンの稼ぎ力っていくらなんだと、企業価値ってどれぐらいあるんだっていうことだけを考えれば、まあ、上がるか下がるかっていうのは当然判断できるようになるということです。はい、以上株価予想をまとめると、まあ、短期は上昇傾向ということで、まあ、かなり勢いが強いので、まあ、あと1ヶ月ぐらいは上昇が続く可能性が高いということですね。で、長期に関してはやっぱり本業のゲームに競争優位性がないということです。ゲーム業界自体は伸びると思いますし、スマホゲームっていうのも伸びると思うんですけど、その中でやっぱり競争してるんで、結局まあその競争という意味で、まあ、今はね、日本のユーザーだったとしても中国企業が作るゲームとかで遊んだりするんで、まあ、そういう意味でやっぱ競争してるわけですよね。どのゲームで遊んでもらえるかっていうので、まあ、結局競争している場合のその競争優位性がグリーンにはないということです。だからまあ下落の可能性が高いということですね。まあ、ゆえに短期的には横ばい、長期的には下落というふうに予想します。はい、ということで今回はグリー株価予想ということで、まあ、1018円なんですけれども、まあ、短期的には上がるかもしれませんが、長期的には678円を今回の予想というふうにしたいと思います。毎日更新の励みになっています。高評価並びにチャンネル登録をお願いいたします。4大特典をプレゼント中です。説明欄からのメルマガ登録にてお受け取りください。はい、最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。